うんこっちの方がたぶんヤッホーん光のあれがやばいけどこんにちはこんばんはこんにちは <laughs> こんにちはいさおくんともひささんえじぶんどん よし、ヤッホー、こんにちは。いや、メリークリスマス、メリークリスマス、皆さん。メリークリスマス。乾いてありがとうございます。今日はお休みか。今日はこの後ライブがあります。<laughs> 19時20分から。渋谷の方でライブありますよ。メリークリー、今日も光ってるう今日は光 今日は今日もか今日はじゃない今日もえめっちゃ光ってるわ <laughs> すごい光飛びどうしようこれどうした何があったうんこっちにしたところ多たぶんなりがないからえごめんなんかめっちゃたぶん画面がええっ、ー、ってなってるかもしれんけどちょっとごめんなすっげえ光ってんのもうびっくり っくりでーす <laughs> そうこのあとライブもう渋谷おもう渋谷にいるんねよしは早くね <laughs> 早くねと言ってまあ他のアイドルさんも見れるからかなあそうそう昨日に引き続きあれですよサンタさんになりますイエイ みんな、サンタさんになるから来て <laughs> もうね今メリクリーって感じなんですけどあすっごい光飛びどうしようア <laughs> されるんかなみゆこのまま召されそうどうしようどうやったらなんかあれがこの辺をピッてかしていけるかな 無理。無理やな。無理な。ね。今日はちょっと、召されるしかないかもしれん。よいしょ。よいしょ。はい。ということで、今日はね、召されていきます。あははは。召されていきますって、どういう、なんやろ。あれやねんって思けまだね、メイクとかは全部。 は終わってないんですけどねなんかサンタさんサンタさん来ました皆さん <laughs> 皆さんサンタさん来ましたかほ渋谷の百均レジやばい列列えめっちゃ列並んでる やば、えあの昨日も昨日日本ライブがあって1本があの横浜の方で2本目が渋谷だったんですけど渋谷のその会場に行く時にケンタッキーがあるんですよ道玄坂の方にでもその列がめっちゃやばくてえこんなれこんなにこんなに並んでる列ケンタッキーでそこのケンタッキーでこんなに並んでる列見たことないっていうぐらい列が並んでた。 多分、チキンの列やと思うんですけど、すごかった。百均、何買わねえの、みんな。サンタの帽子とトナカイ、カチューシャを用意した。おーいいじゃん。みんなそういう系買わはんのかな。百均に売ってんねんね、サンタの帽子とかって。サンタさんでーす。<laughs> でーすって言って。 そう、えでもなんかみゆのえなんか結構ちょっとなんかどうでもいいかもしれんけどみゆの友達に友達になんかその何サンタさんの日に生まれる子がなんか多くて多いって言っても23人ぐらいしか23人っていうかあいしが知ってるのは知ってるん友達の友達とかをしわせて3人ぐらいなんですけど。 すごくないすごいよなそういう日ってさに生まれてくるってすごいよないい感じの日プレゼントはあのー、あすごい <laughs> すっごい光がプレゼントとかはなんかこうななんやろうでもパパとママに なんかみゆの家はなんかサンタさんとパパママサンタさんとみたいな感じでなんかあとおばあちゃんとおじいちゃんサンタさんからとみたいな感じだったんですけどだからなんか全部で3つもらえるみたいな感じだったんですけどみゆの家はねなんかみんなはどんな感じなのね分からへんけどあゆけさんイエーイヤホヤホヤホもうねあのー みゆうミユが言いたかったのはあの、サンタさんじゃないですかでそれよりもえなんかみゆ今クリスマスって感じじゃなくてえなんかそれよりもあと3日であの、ワンマンライブがあるっていうえ、そっちの方がちょっと私驚きを隠せないというかちょっとやばいっていう <laughs> 感じなんですよだからもうのんきにケーキなんか食べてる暇ないみたいな感じなんですよもうヒョウ柄のみゆさんこんにちはいやヒョウ柄のみゆです <laughs> こんにちはもうだからえ光飛びがすごいよくはないそうで12月の28日に クイーンズセカンドワンマンライブインフィニティがですね、代官山スペースオットさんにて行われるんですよ、皆さん。そう。光飛びが、すごいけど。行われちゃうんです。もうね、ドキドキすぎてやばい。ワクワクもある。でもなんか、な何よりもなんか、あの、インフィニティっていう、 んインフィニティっていうサードミニアルバムも発売したんですよ1ヶ月ぐらい前に11月28日に発売したんですけどそれの曲のん5曲全部で入ってるんですけどそのうちのまだ1曲をまだ披露してなくってそれをねワンマンで披露するってなってるんですけどもうねえ <laughs> ドキドキやっぱなんかその新曲って こう,こう積み重ねていったら慣れるから慣れるっていうか慣れるからだからなんかあのなん初めの方だけみたいな感じなんですけどでもやっぱり初めはほんまになんか緊張するし間違えたらあかんっていうのもあるしえもうなんかその。 そのやっていくうちに間違えたらあかんっていうのがなくなるっていうわけじゃないんですけど自然に間違えへんくなるからこうなりやり込んでいったら自分の体に全部入ったらそのフリーとかがねでもそうなんか練習では完璧にこうできたっていうのがミユまだなくてえなんか間違えてないっていうのはあるけど そのもう超完璧っていうのはないからだからその明日とあさっての練習で頑張ってこうやっていく <laughs> あとはね q i インズでこう新しいことに挑戦するのでそちらも楽しみにしていってくださいって感じですねもうね ワンマンライ、ワンマンマでクリスマスどころじゃないじゃあクリスマスレプレゼントはいらない <laughs> えー、欲しい <laughs> 欲しいクリスマスプレゼント欲しいもうねみゆのこの年はもう高校1年生はあのサンタさんが来ないんですよ残念ながらなのでね <laughs> なのでねプレゼントをもらってないので え、てかくれるつもりでいてくれたんすげえ嬉しいえ待ってますね <laughs> プレゼント待ってますね皆さんみゆにプレゼントくださいもうねなんかさプレゼントのいいところとかってなんか,なんかプレゼントについてめっちゃ語るみたいになってるけどあのなんか例えば自分が 欲しいってやつもをくださったらそれもそれでプレゼントじゃないですかでもなんかその何が欲しいって聞かれると例えば誕生日とかやったら欲しいものやけどクリスマスプレゼントとかやったら何が来るかわからへんからなんかその自分が普段例えばな例えば普段自分が全然買わへんような服とかなんか全然なんか、えこれ見え、なんか。 持ってないわとかなんかそういうのをなんかもらったりすると新しいことに挑戦できるからいいなーって思ういます <laughs> 思いますそうなんかだから例えばみゆはヒョウ柄が好きやけどもう全然モノクロのみたいなとかねなんかああみゆこういうのきいひんけど こうもらったことによって挑戦できるみたいな感じですねあーシャクさんこんばんはこんばんはじゃないこんにちはかなこんばんちは <laughs> やっい深いなもう買う時間がないねねもうねあれやもん今日さんえじゃあちょっとまた後日待ってる <laughs> 光がやばい。ここの辺。かなはい。なのでね。そう、挑戦できるからいいなって思う。これさ、ここって意味あるかな。あるな。後日、え。<laughs> ワンマンにでも待ってまーす <laughs>。あの。何回も言うんですけど。 もうあと3日しかないんですよワンマンライブまで皆さん来てくださいあのほんまに来てほしいスペースオットさんにて19時からワンマンライブがありますその前に直前イベントもね12時半からあるのでぜひ来てほしいですでワンマンライブは1枚のチケットにつき新規のお客様が1人ね来れるようになっているので割り勘したらいい感じに <laughs> 来れるので <laughs> ぜひね新規の方のお友達を連れて 来てくれたら嬉しいですお願いします冷静に考えてもあと3日冷静に考えなくてもあと3日やばいドキドキがたぶんさみゆ当日起きて実感ないんちゃうかないやあるわまだ緊張はしいてないけどワクワクはある ワクワクはしてるけど緊張はしてないもうここ手ぇどけるだけ全然違うそう後日え <laughs> 後日そう私これ読んだかさっきもうさなんか自分が読み上げてるやつと読み上げてへんやつがごっちゃになってようわからんくない 頭が回らへん新規のお宅どこいたら手をあげてはいウあ <laughs> げてください手を来てほしいなみんなに来てほしいです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  <laughs> シャクさんはーい、新規だけど28日は行くよ。シャクさんは新規じゃないですね。<laughs> しっかり、しっかり来てますね、いつも。なので。こら、サメ。<laughs> もう、ヨケさん、ま、はみんなを怒る担当になってるっていう。こら。こら、こらだよ。こら。<laughs> この後、渋谷にて19時。 ん19時20分からねライブがあるのでそちらもみなさん来てくれたら嬉しいです生誕ですよそしてキュ i n ンズはサンタさんになりまーすサンタさんになるのでね来てくれたら嬉しいですはい <laughs> あそうなんかさ髪の毛さ 巻いて欲しいてしストレートがいいどっちがいいどっちがいいかなどっちがいいですかなんかストレートでもいいかなって思ったけどなんかあのー、くるくるにしたらちょっとけばくなりそうやから。 みゆヤやそうみゆのみゆはね海なんですよね <laughs> えー、こんにちは「にいのみゆいや」ってフルあの人かな <laughs> フルネームで言う人はちょっとあの人しか分からんあでも間違ってたら嫌やな合ってるかな分からんけど <laughs> 絶対に巻き巻いた方がいい 薪の方が好きバレたかバレたバレてるよもう新規じゃないからいやバレてるよって言うほどのあれじゃないよもうずっといるからああってたエフプティさんあってました <laughs> もうね、フルネームで言う人なんてそうそういい日からね、もうすぐに分かるよ、みゆあ、ワンマン待ってまーす。<laughs> ワンマンマジで来てほしい。もうほんまに来てほしい。マジで来てほしい。5時。5時嘘、どこで5時ったバレたかバレた。 あと5分ぐらいで終わりますね25分配信になるのかないやそうかワンマンソロ今回はないです今回はねないんですよねそうソロ聴きたかったですか まだ、はあ、まだお仕事の方がたくさんいるそうねなんかその日が終わりちょうど終わりの日っていう方もいるしなんかまだ仕事とかの方もいるえじゃあ頑張ってくださいんァイト <laughs> お疲れ様です 山野くん、メリクリー。え、メリ、そう、みんな今日、クリスマスやで、そう。クリスマス <laughs> 知ってたみゆなんか去年の、去年より去年よりもうクリスマス感がない。<laughs> 去年の方がクリスマスしてたかもしれん、みゆ ユニット的なのはさあどうでしょうまあねそれはお楽しみにって感じですね内容を言ったら面白くな,いなくなるからそろそろそろ聞きそろそろそろ聞きたいそろ <laughs> ねそろそろそう私にあの <laughs> マジでなんかしょうもないって分かってるけどみゆは面白いから笑ってしまうそろ <laughs> はそちらをあっていうかさこのさショールームにさあのー、カラオケモードみたいなのがさ追加されてんの機能知ってまなみんが配信してあるときに知ってすっげえって思ってすごいよなだけどデュエット はあるんやなないかな知らんけど知らんのかい <laughs> 知らんけど出た知らんけど知らんけどあるんじゃないかなはいみゆからもそういうことにしときます <laughs> 知らんけどなうん <laughs> 分からへんけどとりあえず絶対楽しいっていうのは間違いない楽しいっていうのは間違いないっていうのとあとキュインドにねハマると思う来てくださったらハマって ん行きたいな超絶仕事の予定そうわけ者忙しいあのおせち作り頑張ってください <laughs> マジですごいと思うけどおせちね毎年美優のお家はおばあちゃんとおじいちゃんが作ってくれる <laughs> もうハマってるんやけどおさすがもうねまだハマってない方はじゃあちょっと急にね来てくださいすっごい光飛びがもうすごい最後まですごいほいうんまだましいなった お世知はあげないけど頑張る分かった <laughs> 頑張ってください頑張る皆さんお仕事ファイトです年末年始に、ね、忙しいって方も逆におられると思うのでそういう方は最近にーのミヨに会ってないほんまによ会ってないからそろそろね会いに来てください待ってます <laughs> でもなんか最近確かにあの2回目のバンザりさんのあのワンマンライブで会ったっていうか見かけたぐらいかな40分になったのでそろそろ終わりたいと思いますこの後は渋谷あっめっちゃ飛ぶの方で19時20分からライブがございます 生誕祭ですそしてキュウンズはサンタさんになりますはい <laughs> あーもうトイレから戻らんとえ、トイレにいた今ありがとうございますサボりかなではでは以上あ、ワンマンライブも待ってますよ <laughs> <laughs> では以上私たちベッドできるアイドル q ュー n ンズ o の新野美悠でしたありがとうございましたバイバイ皆さんワンマンライブ12月28日絶対に来てください絶対に絶対に来てください <laughs> ありがとうございました